どうも、なおちんです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新しく追加されましたコビー奮闘日記、これの注意点をやっていきたいと思います。コビー奮闘日記はストーリーが50日目でとりあえずおしまいという風になってます。51日目からは魂のドロップ率がかなり上がるという説明がありました。もう魂を集めるのであれば、51日目からがいいです。まあ、とりあえずストーリーをクリアしてください。そして使うキャラクターは誰でもいいと思います。自分の好きなキャラクターを使ってください。で、重要なのはスキルですね。スキルが重要です。この2つは絶対入れるようにしてください。魂呼びと、繊維の戦闘術、この二つは必ずですね。まず魂呼びで、魂の入手量を増やす、これが重要です。そして、序盤はそうでもないんですけども、30日目を過ぎる頃から結構 HP が減るんですよ。敵の攻撃力が上がってきてダメージを受けるようになる。なので、繊維の戦闘術で HP を回復しながら行きましょう。そうしないと結構やばいです。まあ、特殊技で HP を回復できるビッグマムとか、そういうやつは入れなくてもいいと思うんですけども、回復手段がないキャラクターには必ず繊維の戦闘術を入れるようにしてください。で、他のスキルはこんな感じにしてます。特殊技強化、本気バースト強化、ヒーローの力、獅子奮陣の勝破ですね。いつも入れてる、これ。あった、起死回生の力、これは入れてません。攻撃倍率はかなり高くなるんですけども、 HP が、高めを推移してますので、この起死回生の力の能力っていうのが発揮されません。なので入れなくていいと思います。まあ、通常で強くなるようなスキル編成をしていくといいのではないでしょうか。それでは初めてですね、51日目クリア後の世界をやっていきましょう。で、どれぐらい HP 減るのかちょっと気になったので、繊維の戦闘術 HP 回復はね入れてません。どれぐらい受けるのかをちょっと試してみたい。うん、ステージレベルはレベル20なんですよ。レベル20、他のクエストよりもだいぶ高くなってるので、やっぱ目に見えて HP 減るね。うん、目に見えて自分の HP は減るみたいですし、技一発では敵は倒せませんね。とりあえず余裕かな。で、サブミッションも全てクリアしてる。これだと OK だと思います。次行きましょう。必ずね、サブミッションはクリアするように行きましょう。それでは、これが最後ですかね。55日目、 HP はまあまあ1割持っていかれたっていう感じか。特殊技5回発動ね。 OK、 特殊技を5回発動すれば OK の場所です。 OK。で、どこいる？こっちか。今3回、あと2回。もう一気にぶっ飛ばせてるでしょう。攻撃力アップも入ってるし。いや、無理か。いや、いけた。で、あとはゲージを貯めて。ここちょっとためにくいな。ちょっとためる場所に行ってからの、あ、ここでいいね。 OK。 あ、こいつよし。 OK、 これで5回発動したでしょう。で、サブもクリア。もうね、ザコのね HP が明らかに増えてるもんね。前はワンコンボで大体倒せてたんだけども、もうね、ワンコンボじゃ倒せない。おう、しゃ。でもまあ、これぐらいのね敵の HP があった方がいいかな。うん、これぐらいあった方がゲージも貯めやすいしいいと思います。
やっぱりあのロギア系が出るとちょっと戦いにくい。死ぬ気で来い。オッケー。で終わりか。はいはい、サブもクリアして中継ポイントが出現ですね。オッケー。よっしゃあクリア。クリアするとこれぐらいの魂が手に入ります。一番でかいサイズのがちょっと少ないね。入るときはなんか3つとか入るときもあるんですけども、今回はちょっと少なめです。まあ5分ぐらいで終わるので美味しいのではないでしょうか。はい、ということで今日はコビー奮闘記の注意点でした。キャラクターは誰でもいいので、とりあえず HP 回復と魂の増加量、あの二つは必ず入れるようにしてください。で、ストーリーは、まずね、50日目までクリアしてください。その後からが美味しくなります。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。